本当に大変身をゆりやんさん遂げられたということで、ダイエットするのに大切なこと5つ教えてもらえますか。はい、まずは人のためにしない、自分のためにする。次、人を目標にしない、最高の自分になる、それがいいんです。これだけはいいですか。帰るとき、恋愛について聞いてもらってもいいですか。じゃあ本当に今日はありがとうございました。ゆりやさん、モテ期が来てるそうですけど、今夢だったんですよ、やりたくて。いつもすいません、無理言います。ありがとう。本当に大変身をゆりやんさん遂げられたということで、ダイエットするのに大切なこと5つ教えてもらえますか。はい、まずは人のためにしない、自分のためにする。次、人を目標にしない、最高の自分になる、それがいいんです。すごい先生みたいですね。全部岡部友さんに教えてもらったことです3つ目は一生続けられるか、それを選ぶ。これを食べてはいけない、こんだけしか食べてはいけない、これ以外は全部食べてはいけない、食事に関して。そう思ってしまうと、やはりそれが一生続きますか、ということですよね。ダイエットに大切なこと、その4、ダイエットするっていうことです急になんか毛色変わりましたね。どうしたんですか。やっぱりダイエットするためにはダイエットしないっていう選択肢はないのではい、そうですよね、はい、ダイエットに対して大切なこと、その5、約束するってことです約束、はい、自分と約束するっていうことです。さすが、自分との約束。ダイエットはゆりやさんはどんな約束を結んだんですか。新しい自分見てみようって約束しました。名言でしたね、最後の約束。やっぱり追い詰められたら何でも出ますね。さすが。